ビバリシェガナベイベーアローハー。今県ハワイ、今日のハワイワイキノーショア波情報、そしてサンセット情報、そして毎日のワイキビーチの様子をお伝えするコーナーです。はい、今日2021年2月の13日土曜日のね、今ね夕方6時のワイキビーチなんですけども、このサンセット前のねタイム、そして、もうねアウトリガーワイキホテルの、デュークスレストランライブバンドが入っていて、ここすごい人ですね。はい、ということで、土曜日のねあのこの夕方のひととき、サンセット前のひととき、波情報ワイキビーチの様子をお伝えしていきましょう。はい、まずですね、そうこう言ってる前に初っ端から日本の皆さん、昨晩発生した地震ですがお怪我はなかったでしょうか。はい、今日はね地球を、4分の3周とかしなくてですね、ダイレクトにもう地球の、じゃあ地球なんて日本の方角に向かってメッセージ送ります。はい、今県心配しております。はい、それのためなんでですね、もうなんか大事なこと言ってまた噛んじゃいましたけど、今県ハワイのコメント欄の中で皆さんからの、ね、コメントが光っててね、それぞれの、今県ファミリーの方々への、安否のお気遣い、確認し合ってらっしゃいますが、皆さんお怪我ないでしょうか。そのね皆さんの、お気遣いというか、皆さんのコメントに行き交っている姿見させていただいて、とても素晴らしい結束だと思いました。はい、ただねやっぱこのコメント欄見て思ったんですけど、もうなんかねこれだけ細かいコメント飛び交ってると、やっぱりね今県ハワイ公式 LINE で今県グループ作った方がいいですね。はい、ということで、登録まだの方は今日の概要欄からご案内させていただいておりますので、登録の方よろしくお願いいたします。はい、まずはねそれで今日のお天気から、今日もね天気いいですよ。ほら青い空に、薄い雲が浮かんでます。はい、この景色どうでしょう。ザ・ハワイって感じですね。ザ・ハワイの夕方、週末夕方って感じです。はい、ということでね、けど天気にはね一喜一憂せずにいつものフレーズ言ってみましょう。はい、持つべきものはポジティブマインド、そして見るべきものは毎日の今県ハワイ、略して持つポジ見る今、チャンネル登録よろしくお願いしますペコリ。はい、じゃあ今日の、ね、波情報いってみましょう。いやー今県今日ね海入る予定だったんですけど、ちょっとこれはやめたな。はい、今ね沖の砂取りのクレーン見えてると思うんですけど、あそこのちょっと右側ラインナップいますね。今日何人ぐらいだろう、15人ぐらいかな。いやいや今日は本当波ないわ。波情報によるとフラットなんですけど、アウトに出ると膝ぐらいやんのかな。いやけどこれちょっと9のロングボード持ってきても乗れないね。やっぱり昨日も言ってたけど10とか11とか持ってかないとダメだね。はい、ということでワイキキ今日は波ありません。はい、それからダイヤモンドヘッド、ボールズなんですけど、ワイアラモアラボールズなんですけど、ワン・ツー・ツー膝からももです。アラモアラボールズのワン・ツー・ツーの膝からももってちょっとね結構力のある波来るからまだ乗れると思うんですけど、どんな感じなんですかね。はい、それから今日の曇りの天気なんですけど24度、気温はね水温なんですけど25度。はいはい、25度のお水の映像、皆さん温度伝わりますか。はい、それから、ノーショアの方角に向かっていきましょう。今日のねノーショアすっげー爆発してます。波のサイズ本当爆発です。サンセットビーチが 18-20 18フィートから20フィート、パイプラインが 15-18 15フィートから18フィート、これってね6メートル超えの波です。はい、でライブビデオでさっきちょっと見てきたんですけど、なんかやっぱりちょっと波ぐしゃぐしゃっぽいですね。はい、風がですね今日は風速6メートルほどなんで、そんなに横風食らってる感じではなかったんですけど、やっぱりサンセットビーチ結構ぐしゃぐしゃっぽかったです。なんで、今日の、ね、波の情報はね、あの様子は明日ケンさんに聞いてみましょう。はい、それじゃあですね、ハワイ在住のサーファーを乗ってるねけどやっぱね膝波ぐらいでね。はい、明日の様子なんですが、明日は、日曜日波のサイズ1、2、2膝からもですね、で早朝のハイタイ朝5時46分、お昼のロータイ12時33分、夕方のハイタイが6時23分なんで、
やっぱり朝のあのロータイの向かっていく午前中の8時ぐらいから夕方4時ぐらいまでがいいでしょうね。はい、明日は日曜日、天気良ければ海入りたいですけど、波どうすかねって感じですね。はい、じゃあ、こっちの方角に歩きながら行ってみましょうか。はい、日本のサーファー、ハワイ大好きなサーファー、今県毎日こうやってワイキキビーチの様子を伝えながら波情報やってますんで、はい、ぜひぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、恒例となってます今米返し、昨日いただいたコメントへ、今県が動画内で、コメントを返す今米返し行ってみましょう。イエス。はい、けど今日はねサクッときますよまずね、昨日ね今系の体調へのお気遣いとね喉の調子へのお気遣いありがとうございます。はい、今日ねまだ喉痛いですけど、三代川さん、あとヒーローちゃん TV さん、ネギを首に巻く、これね笑えましたよ。これ本当笑えましたけど、昔から言いますよね、はい、ネギを首に巻くって。けどねこれね、お二人にはねなんかアドバイスいただいたのにはあれなんですけど、ハワイはね皆さん知ってます、ネギね高いんすよ。すごい、ドンキホーテに行ってネギを見たことある人分かると思うんですけど、ネギ高い。はい、ということで、ネギを買う前に、普通の薬買っちゃうかもしれないねはい、それから、中西純子さん、中西純子さん、LINE の登録ありがとうございます。はい、それから、早速ね T シャツ購入ありがとうございます。ペコリでね、 T シャツ早くお手元に届くといいですね。で、毎日の今県ハワイを今県ハワイ T シャツ着てご覧いただければと思います。はい、それから白石洋之助さん、すごいねこの洋之助さん、名前かっこいいね。はい、先日の初コメントありがとうございました。これからもバンバンコメントくださって、はい、今県ハワイ楽しんでください。はい、そしてですね、今から大事なことを言いますよ。はい、今日ね2月13日、なんとですね今県の地元の先輩で、地元でね唯一、今県の町内で唯一だなのプロサーファー、はい、サーフショップオーナー、ゼンちゃん誕生日おめでとうございます。はい、ダイヤモンドヘッドのずっと向こう、地球4分の3周ぐらいして、日本にいるゼンちゃん、にメッセージを送ってますよ。はい、ゼンちゃん、この間ねいろんなチャンネル登録とか、自分のサーフショップのメンバーとかに今県ハワイ紹介してくれて本当ありがとうございますってこり。はい、おお、なんか盛り上がってるね、はい、なんか盛り上がってますね。はい、それからね、ゼンちゃんのなんか友人の、レストランオーナー、ホットビーチのオーナーさん、今県ハワイいつも見てくださってるということで、今県ハワイの応援と、宣伝、お客さんへの宣伝、これからもよろしくお願いいたしますってこと。はい、ということでゼンちゃん誕生日おめでとうございます。もうちょっとねなんかね若い時っていうかね、ガキの頃ゼンちゃんにいろいろサーフィン教わってなかったな。けどあの時ってなんかほら、波乗りって教えてくれるっていう風土じゃなかったよね。一緒に海行って上手い人はガンガンやってて、下手なやつはずっとパドリングで入れて沖に出れなくて、なんかずっとパドル地獄にはまってるとか、そういう時代だったよね。ショートボードだったしね。はい、ということでゼンちゃん、機会があったらまた一緒に波乗りしましょう、よろしくどうぞ。はい、それからね最後にって言いますか、先ほど言いましたけど、皆さんの昨日の地震に関しての、お互いのね安否気遣ったコメントのやり取り、ほんと素晴らしいと思いました。はい、なのでね、本当、今系そういうのね、ファミリー同士の横のつながり、本当に感動しました。素晴らしい文化です、文化作れてよかったです。おー、ナイスキャッチ。はい、おー、犬も追いかける。はい、それでね、そういう皆さんへのお気遣いの心配コメント、心配の言葉飛ばしてくださったミランダさん、バービー杉山さん、三代川さん、野口由紀子さん、おー怖かった、ドミカさん、関口さん、そして最後は樋口真理子さん。樋口真理子さんすごいね、何回もコメント皆さんに送って、本当ね皆さんへの優しいお気遣い、樋口さんならではだね、本当ありがとうございます樋口さん。はい、ということで、今県ハワイね、盛り上げてくださってる皆さん本当にありがとうございます。この横のつながり大切にしたいんで、LINE のグループを大きくしていきましょう。はい、今県も今 LINE のグループ作ってるんで、ちょっと待ってくださいね、もうちょっと。はい、ということで、今日ね皆さんのポジティブなコメントに支えられて、今県本当は体調悪いですけど今日も頑張りました。はい、ありがとうございますペコリ。はい、ということで、これからもね、今県ハワイの応援よろしくお願いします。今日土曜日週末なんですけど、明日日曜日は波乗りしたいぜ。
今日の雲は何に見えるかな。はい、おー、よし、イエス、あー、イエー、グーグー、はい、キャッチできませんでしたね。先週のスーパーボールにやっぱり見てた人たちかな。はい、ということで、今日もね、夕日の一本の筋、通ってワンちゃんも映ってるし、はい、イケメンも映ってるし、はい、ということで皆さん、これで最後のショット、なかなかいいのかね。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much, follow, shake it away, bye.